水色の彼方を。人はいつか目指している。横たわる現実と添い寝して目を閉じる。ドミノは一瞬で崩れてゆく。コツコツとただ日々積み重ねても無残に。それでもまた朝が来れば仕方なく目覚め。散らかった悲しみや希望を片付け、心の中の温かいもの隠し続けていれば、それでいいから。あの人が今でも元気で一緒にいたとしたら、目の前にいるあなたはどこで誰と生きているのでしょう。人生の7割は予告編で、残りの命数えた時に本編が始まる。愛に満ちた毎日だけ本当はそれなのに、仕組まれた欲望に体を沈めて、お腹の上の温かいもの見て見ぬふりもすればすぐ終わるから。誰もが何かに騙されて、いつか本当の意味を知る。大事なものは見えないなら、繋いでく意識だけ。風に吹かれ、雨に打たれ、誰の腕に抱かれ、込み上げる虚しさに背中を押されて、いつか全てが許されるなら、きらめく太陽の下抱き合いたいな。幻のように